怪談話の取材をするとき、そのままズバリ怪談話ありませんかと尋ねるのが必ずしもいい方法とは限らないようです。例えば少し趣向を変えて、今までで一番怖い体験は何ですかと聞くこともあります。その質問に K さんという男性は自分の父親が亡くなる時の話をしてくれました。危篤の知らせを受けて家族と病院へ。病室に着くとベッドに父親が横になっている。みんながベッドの周りに集まって父親に声をかける。目を閉じていた父親はうっすらと意識が戻ったようでした。ですが周りにいるみんなを見るのではなく、部屋の隅あらぬ方向を見て、あっ！驚いた悲鳴を上げる。そして確かに殺したはずなのに、小さくつぶやいてそのまま亡くなった。 K さんの父親はもう何十年も前になるが、殺人容疑で勾留されたことがあるということでした。